福岡市の、博多区に、お料理古川という懐石料理屋を、やっています古川誠です。サワラの、照り焼きを、ご紹介いたします。どうしても照り焼きってなるとタレをかけながら焼いていかないといけないんじゃないかなというイメージがあると思うんですけども、ご家庭でなかなかそこまでがするのが難しいんでですね、今回は焼くというより揚げるという調理法を用いて、それで照り焼きを作ってみました。で、本当に調理器具も少なくて済みますし、お魚もその時期のサワラだったりブリだったりタイだったり、結構応用もすごく効くお料理になりますんで、ぜひとも家庭でぜひ楽しんでいただきたいなと思います。お年寄りでもお子さんでも世代問わず美味しく召し上がっていただける味付けになっていると思います。サワラの照り焼きの、下準備になります。まず、メインのサワラですね。サワラこのようにもう、切り身に、していただいて、軽くお塩を少し下味と、臭みを抜くというために少々してから、15分ぐらい前後、少し置いておいてください。で、大根おろしは、もう普通に、大根をすりおろすので大根おろしにしておいてください。あと長芋ですね。長芋も同様に、おろし紙で、おろしておいてください。あとは、レモン汁ですね。レモン汁も、レモン絞ってもらって、でも種が入らないようにこしてもらって、このような状態でご用意の方よろしくお願いいたします。まず、そのサワラの、照り焼きに、つけるあしらいですね。今日は、僕はおろしとろろと呼んでますけども、大根おろしに、固く絞った大根おろしに長芋を混ぜて、少し、イメージとしてはふわっとした大根おろしで、レモン汁でちょっと酸味が効いてて、お魚と食べてもすごく、あっさりと、飽きずに食べていただけるというイメージで、このおろしとろろというのを今から作っていきます。まず、おろした大根おろしですね。水分がちょっとどうしてもあるんで固めに絞りたいんで、巻きその上に大根おろしを置きまして、余分な水分を絞っていきます。もちろんちょっとご自宅に巻きすがないという方は、ザルで構いません。ザルでもちょっとあまり粗いザルだと大根おろし自体がもう下に落ちていってしまうんで、なるべく、細かい目のザルで絞っていただけるようにお願いします。ちょっとこれが絞りがあまり浅いと長芋を混ぜた時に緩くなりすぎて、ちょっとダラッとなってしまうんで、結構しっかり強めに、絞っていただいて大丈夫です。もし万が一絞りすぎたってなった時は、この絞った汁を置いておけば、またそれを少し戻して水分を足してあげれば滑らかになりますんで、ちょっと、これぐらいですね、ちょっときつめに絞っておきます。で、これを、ボウルに入れていきますね。で、続きまして、すりおろした長芋です。長芋もこれを入れすぎるとすごくべちゃべちゃになりますんで、少し軽くふわっと、させるイメージで絞った大根に長芋を混ぜていきます。だんだんこう、少しもこうまとまってくるような感じの質感になっていきます。一応分量決めてるんで一回でもいいんですけど、どうしてもやっぱり大根の水分、おろし加減だったり、長芋のちょっと質感にも個体差があるんで、一応ちょっと少しずつ、分量決まってますけど少しずつ入れてもらって、これがいいかなっていうのでちょっと調整していただきたいんで、少し今分けましたけども、もちろん一回でも混ざらないってことはないんで、一回で、パッと決めてもらっても大丈夫かと思います。ちょっと調整のためというか、こういう感じで少しこうふわっとした感じになっていきます。で、この中に、本当気持ちです。軽くちょっとお塩、軽く下味程度、あまり強い塩分はいりません。軽く少し塩分があった方が美味しいんで、下味程度に塩分を入れて、そして少し酸味をつけたいんで、さっきおろしたレモン汁を入れていきます。イメージとしては焼き魚のに添えてある、柑橘のすだちだったりレモンだったりをもうこの中に全部まとめて入れちゃうっていう感じのイメージですね。
てこう全体的にしっかりこうふわっと混ざったら、サワラの照り焼きのあしらいのおろしとろの完成になります。はい、では、サワラを、今回照り焼きってなってるんですけども、家で焼くのが結構大変って方も意外といらっしゃると思うんで、今回は揚げて、それを、照り焼きのタレで絡めていくっていう調理法を、していきます。まずこれサワラですね、塩しておいたサワラを、薄力粉ですねを全体にしっかりまぶしてもらってで揚げていきます。この薄力粉はもちろんこれ旨味を逃がさない点もあるんですけども、この薄力粉が最後仕上げるタレで絡めるときにこれがとろみになってくれるんで、そういう役割もあります。最後あのフライパンでタレの中に、まあ照りをつけるために加熱するんですけども、そんなに長い時間加熱はしないんで、もうこの油で揚げる段階でもうしっかりと火を通すということをしておいてください。もちろん揚げすぎるとやっぱり魚なんでちょっとパサついてしまうんで、揚げすぎには注意ですね。まあ、大きさにもよるんですけど 2,3 分ですかね。はい、まあ、少しこう水分がちょっとこう出てくるジューと音がしてきたりするんで、まあその時にちょっとまあ大体油が繊維が締まってきて水分が出てきてる証拠なんで、まあちょっと分かりにくいかもわかんないですけど、かももし揚げてもらってちょっと切ってみてどれくらい火が入ってるかなって見ていただくことはまあ間違いないかなと思います。どうしても魚の油乗り具合だったりとかでも火の入るスピードが違うんでですね、魚も今回はサワラでやってますけども、まあ皆さんも定番のブリの照り焼きでブリでもできますし、まあ一年中出回ってるタイですね、タイでもこのサワラが入らなくてもタイとかでも代用可能です。そうですね、まあ今回ちょっとこの時期で、まあ、サワラが旬だったんで、まあ春先だったんでサワラ使わせてもらいましたけど、まあ個人的にはまあブリが一番美味しいかなというふうに思いますね。で火が入ったら、油から取り出してリードペーパーの上に上げまして余分な油は切ってあげます。サワラが、揚げ上がりましたので、これから、照り焼きの方仕上げていきたいと思います。まず、お鍋はもうご自宅にあるテフロン鍋で、大丈夫です。テフロンのお鍋の中に、タレですね、お醤油とお砂糖とお酒が入ったタレを1人前、約 80cc フライパンに入れて、火をつけます。で、最初から魚を入れるんじゃなくてタレが少し沸いてきて軽く詰まり始めたなっていう時にちょっと魚を入れるようにしてください。少しとこの揚げた表面が、ちょっとずっとこの地の中に入れすぎるとちょっとベチャベチャにちょっとなって仕上がりになってしまうんで、少しイメージとしてはもう最後に火は通ってるんでタレだけを、照り焼きのタレを周りに絡めてあげるっていう感じのイメージですね。このように全体が細かい泡から少しちょっと泡が大きくなってきたかなというぐらいになったら、魚を入れていってあげてください。火炎もそうですね、強火でいいです。ちょっと外が、もし焦げやすいなと思ったら外火を消してあげるなりしてあげてください。ちょっとお鍋の形状にもよるかなと思いますけど、あまり外が焦げてくるとちょっとその焦げた苦味が入ってしまうんで、それだけはちょっと避けたいんで、ちょっと火加減は様子見ながら、作っていってあげてください。ちょっとこれ1人前なんで少しちょっと、タレをかけていってあげますね。もし大きかったら全体をこう少しひっくり返すみたいな感じで作っていっていただいても大丈夫です。今日はちょっと、少しタレを絡めながらいきますね。こういうふうに少し泡がちょっと大きくなってくるような感じになると、煮詰まってきた証拠ですね。であまり煮詰めすぎると辛くなってしまうんで、少しこれぐらい、泡の形状がこれぐらい大きくなってきたらもう火を止めてあげてください。でこれしっかりお魚ももう照りが出てきている状態ですので、この状態で火を止めてあげて、器に持っていきます。
はい、では、照り焼き完成しましたので、器に持っていきたいと思います。器は、少しタレもかけるので少しくぼみがタレがたまるぐらいのプラットよりは少し深みがある器の方がいいかなと思います。で魚を、持って、あとは、さっき煮詰めていったタレですね。タレも先ほどぐらい少し泡が大きいぐらいになってくるととろみがついたタレになってきます。これを上からかけていきます。そして、先ほど作った大根おろしの長芋と、お塩とあと柑橘で酸味をつけたおろしとろろですねを、手前につけていきます。そしてあとは、少しやっぱり季節の香りがあると、すごく、味わい的にも美味しいですし、少し、やはり香りがあるとプロっぽい味に仕上がりますので、今回はもう春先で山椒の木の芽ですね。木の芽が、今すごく出てるんで木の芽を止めます。まあ、このままでも美味しいですし、ちょっと、食べやすいように少し、まあ、香りを出すという意味でも、木の芽を、包丁です軽く叩いてあげて、上に散らしていきます。これもし、まあ、例えばサーラももちろんいいんですけど、ブリで冬場にこのお料理をしたら、まあ、冬場だったら黄色い柚子を刻んで上に留めてあげてもすごく美味しいと思います。まあ、その季節に応じて山椒だったり、まあ、この葉っぱの山椒だったり実山椒だったり、まあ、夏場だったら青柚子、冬場だったら黄色い柚子、その季節季節の香りをこのお料理に足してあげるとぐっと料理の完成度が上がりますので、皆さんもぜひご自宅でちょっとした手間ですけども一手間やってあげると、すごく美味しいプロの味わいが再現できるんじゃないかなと思います。サワラの、照り焼きの完成になります。